はいどうも、木下です。さあ、今日もウィニングレムにセンチクラブチャンピオンシップやっていきましょう。いつも、見てくださってありがとうございます。今日もね、頑張っていきたいと思います。さあ、試合日程見ていきましょう。はい。もう9月か。1、2、3。今日はまあ、エスパルス、ベルディ、レッツかな。3、9。もう残り10試合ですよ、今年も。はい、やっとスターティングメンバー入りました。で、現在15位ですよ。この1位と30ポイント差ついと。待って、現在15位なんですけど、これさ、もしかしたらワンチャン降格まであるんで、ちょっと頑張りましょう。これはやばいよ。フロンターレこんな順位にいていいはずがない。スターティングメン行きましょう。清水エスパルス戦。はい、スタメン行きましょう。はい、キックオフ。さあ、頑張るぞ。はい。そうですね。はい、こっち。しっかりさばいていこう。いいね。はい。開きますよ。いやー、手前でええやん、手前でええやん。はい、マジで降格したくないんでね。頑張ろう。うわー、そんな場面じゃないのよ。あ、つなぐね。オッケーオッケー。いいけど、持つなよ、絶対。ドリすんなよ。いいやん。いいやん、いいやん、いいやん。こうつなげるのいいやん。へいへいへい。あー、愚か者一人発見。ナイス、ヘイヘイ、そう、行くぞ行くぞ、よし、ジュニーネも走れ。さあ、一人で上がっていきます。さあ、固まっている。来た、うわ、惜しい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 。まあ、失速かんけど、いいでしょう。オッケーオッケー。相手触ってるもんね、多分。はい、まあ、オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。勝つことが重要なのよ。ここで先制しています。いやー、これでね、降格だけはしちゃいけない。さらに気持ちが引き締まったと思いますよ。ナイス、ヘイ、激しいマークを見せます。ヘイ、いや、マジ、さあ上げるか。お前マジ、ジュニーよ、点取ったけんって調子乗っちゃいかんね。うん、オッケーオッケーオッケー。おっと、ここで前半終了のホイッスル。うん、スタミナも結構残ってるくない。今後半が始まる。なんでこれはフル出場見えてきた。エンドが変わっている。まずはしっかり取ってもらって、ボール貸してもらって、出して、え、俺のファール？ ノーノーノー。ナイス。へい、ここ空いてる。俺めっちゃ不利。何してんの、怖い。ボートすな、お前。来た、うわ、止められた。さあ、縦、頑張れ、勝て。ナイス。オッケーオッケー。もう一回ちょうだい。いやー、まあ、いいけどね。ナイス。頑張ってるくない、守備。俺じゃないよな。体力まだあるし。うわ、俺かよ、なんでだよ。え、嘘。機能してなかった？点絡んだくない？え、そういう評価受けてんの、俺。すら。はい、勝ちましたね。お、スターティングメンバー入りました。なんかさ、前回勝ったけどさ、なんか昨日戦で交代みたいに言われたけどさ、ちょっと 6.5 って機能してるやん。してるというか評価は悪くないけどね。あの解説適当なこと言ってんな、許す、マジ。はい、じゃスターティングメンバー入ったんで、東京ヴェルディ戦やっていきましょう。まだ15位か。はい、行きます。ちょっと相手の攻撃陣強力なよね。さあ、結構しました。よし、点絡もうぜ。やっぱね、評価につなげたい。数字に出る評価につなげないと。やばいんじゃない。さあ、いけるか。あ、俺、そのままシュート。マジ、なんか俺ヴェルディ前もこんなシュートやられたよ。え、ガチ、そんなうまいシュートあんの。なんかめっちゃキーパー前出てるやん。ちょ、幸先悪いぞ。この状況でどう立ち向かっていくか。大丈夫大丈夫、落ち着いていこう。はい、落ち着けって。俺縦振り、もう一回やっててもいいんじゃない。あ、まあいいや。やばい、変な球来る。え、でもいい、いい攻撃だ。
シュートに行く。いや、めっちゃしょぼーい。はい、そうですね。つながるところではつながってますからね。ナイス。大事なところでの1本なんですかね。あ、ロスタイムは2分です。今紹介がありました。ロスタイム2分です。さあ、ここ当てる。ワンチャンス行こう。この時間帯、いやいやいや、いけた、いけた、今。よし。どんどんもシュート打っていこう。シュート打っていきます。へい。そう。こっちサイドいいね。俺はドリするよ。よし。ギリギリで出していく。いいね、いいね。あ、惜しい。もう、2個目のキックインっていらんな。1個目でいけたよな、正直な、お前なら。そのポテンシャルはある。ちょっとよろしいでしょうか。コンタール。ホーム側でコーナーキックを迎えています。惜しい。素晴らしいディフェンス。へい、へい、空いてる、空いてる、空いてる、俺。俺、空いてた、今、空いてた。なるほど、そうですか。みんな、どうも、今、空いてたよね。後方へ下げます。来た。まあ、飛んだ。いや、いいね、いいね、いいね。決めてくれるならいいよ。俺の、もう、この守備のおかげ。これ、アシストつかない、もしかして。相手当たっちゃってる、もしかして、どう？あ、アシストついてないわ。クソが。監督多分数字でしか見てねえから。はい、まあ追いついたけいっか。まあ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 、追いついただけまだいい。はい、まあギリギリ追いついたって感じですね。まあちょっとあのディフェンスが評価されてないのかっていうのはちょっと心配やけど。はい、でもまあね、3試合連続スターティングメンバーじゃないこれ。でまだ11、15位か。はい、いきたいと思います。はい、お、オエンスミットレアリガーナハート超安定性のツートップ。はい。はい、行きまーす。さあ、今、試合開始です。さあ、張り切っていきましょう。先にゴールネットを取れる。ナイス。へい。さあ、これはスペースに来た。いなー。そう。これはファールの、はい、痛いよ。てか、全然プレイを、え、俺じゃ、サイド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 。サイド。そう、うん、いい、うん、まあまあまあ、へいへい、戻せ戻せ戻せって、落ち着け、落ち着いてくれ、ガナハ、ガナハ落ち着いてくれ、頼むから。来た、そんな流れになってますね。おい、せっかく俺が取ったのに、意気込みとかじゃねえんだよ。おい、後ろから行ってるよ。イエローカード、鈴木啓太。オッケーオッケー。まあ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 、ちょっと惜しい場面何回かあったけど、まあいいでしょう。はい、後半スタート。持つなよ、さすがに。そうできるならいい。そうなら、なるならいい。ええ、そう、もう一回。いいワンタッチだ。さ、コーナーよな。え、これコーナーじゃないのきつい。じゃあお前何した、お前。いいね、もう一回、もう一回。さあ、どうする。ああ、浮いてしまった。埋もっとる。ちょっと左足の方にタッチするべきやったね。うわ、変えられた。くそー、まあ、ちょっとスタメンやったか、点取りたかったけどな。はい、終わりました。スコアレスドローです。はい、じゃあ3試合終わったんでね、今日は終わりだと思いますが、まずちょっと順位表見ていきましょうか。はい、まあ上位はまあね、いいとして14位だよ。え、勝ち点差だって見て、16位とさ、今勝ち点一緒やん。これは危なくない、本当に。降格あり得る。グランパス、アルビレックスと並んでるから、まあ上も近いっちゃ近いけど、もう残り1、2、3、なんか新大会入ってきとんな。リーグ戦は1、2、3、4、5、6、7試合、あと7試合、あと7試合頑張りましょう。もうとにかく残留、このままじゃ危ないから。じゃあ今日は、これで終わりたいと思います。見てくださってありがとうございます。またチャンネル登録ぜひお願いいたします。ということで、ありがとうございました。次回も頑張りましょう。